時刻は10時を回りました。この時間はジノンインフォメーションをお届けします。ジノンインフォメーションは宜野湾市内の生活に役立つ情報を司法宜野湾からお伝えしています。この番組は宜野湾市の提供でお送りいたします。まずはじめに、5月30日はゴミの日ゼロの日でした。宜野湾市内でもゴミポイ捨て防止公開パトロールが行われ、環境対策課の嘉手納貴子さんにもお話を伺っていますので、その模様をお聞きください。嘉手納貴子さん、お話をお伺いしてありがとうございました。皆さんもですね、空き缶、タバコ、空き瓶、紙くず、チューインガム等のポイ捨てはやめましょう。はい、続きまして、食中毒に気をつけよう。つけない、増やさない、やっつける。食中毒を引き起こす原因は様々です。こまめに手洗い、中心部までのしっかり加熱で予防していきましょう。まず、菌をつけない。手には様々な雑菌が付着しています。調理を始める前、生の肉や魚、卵を触った前後は必ず手を洗いましょう。次に、増やさない。食品は常温で放置せず、すぐ冷蔵庫へ保管します。そして3つ目、菌をやっつける。ほとんどの雑菌やウイルスは加熱によって死滅します。特に肉料理は中心までよく加熱することが大事です。
続きまして、簡単ストレッチ筋トレ教室。日時は6月7日水曜日、10時から11時。次に6月16日金曜日、14時から15時。当日受付で問診・血圧測定等を行いますので、15分前までにお越しください。場所は保健相談センター。対象は市民で運動制限のない方。内容はストレッチ、筋力トレーニング、エアロビクス、運動に関する講話など。持ち物は動きやすい服装、室内シューズ、飲み物。参加費は無料となっております。お問い合わせは保健相談センターのお電話番号は898-5583、 898-5583 です。続きまして、児童手当現況届の提出について。児童手当を継続して受けるためには毎年6月に現況届を提出しなければなりません。現況届は毎年6月1日の現状を記載し、児童手当を引き続き受けることができるかどうかを確認するものです。6月中に現況届の提出がされない場合、10月期の支給が遅れる場合がありますので、必要書類を添えて期日内に提出してください。受付期間は6月30日金曜日まで。受付開始日については後日通知書にて通知します。土日、祝日、慰霊の日などは受付できませんのでご了承ください。受付時間は8時30分から11時30分。お昼を挟みまして13時から15時。受付場所は市役所2階児童家庭課。詳細については郵送する通知書に記入されていますので、そちらをご確認ください。お問い合わせは児童家庭課内線の181、内線の181です。続きまして、眼中広場。専門スタッフの指導のもと、ワイワイ楽しい仲間たちと一緒に姿勢や動作を整えましょう。日時は毎週金曜日、10時から12時。場所は赤道老人福祉センター受講料は無料となっております。対象は市内在住の65歳以上の方。お問い合わせは介護長寿課内線の206、内線の206となっております。そして、市営住宅空き待ち入居者募集について。市営住宅の予想される空き家について入居順位を決めるために行うものです。受付期間は6月5日の月曜日から6月16日の金曜日まで。受付場所は建築課市営住宅係。応募資格は平成29年1月31日までに本市に住民登録をし、引き続き同居していること。そして同居または同居しようとする家族があること。次に、現に住宅に貧困していること、市税を完納していること、同居する家庭の所得を合計した月収額が次の範囲内であること。まず一般は15万8000円以下、そして高齢者、身体障害者などは21万4000円以下となっております。詳しいお問い合わせは建築課の内線の515、そして514、内線の515、そして514となっております。次に、女性消防団員募集。
礼しました。次に女性消防団員募集、地域の防災活動に参加していただける方をお待ちしています。募集人数は若干名、市内在住または在勤する者、18歳以上の、故郷愛に満ちて防災の担い手となる者、3年以上継続して団員として活動できる者。入団手続きは当消防団に指定申請書を提出、そして団長及び副団長が面接を行い、応募資格の要件を満たすものを選定して入団の決定を行います。詳しいお問い合わせは宜野湾市消防本部警防係、お電話番号は 896-2548、 896-2548 となっております。そして初心者大歓迎、ハワイアンフラ教室受講生募集、期間は7月8日土曜日、9月9日日曜日までとなっております。お申し込み日は5月15日月曜からスタートです。日時は毎週土曜日20時から21時30分、対象者は18歳以上、定員は先着順で25名となっております。場所は宜野湾市立体育館会議室または市立グラウンド会議室、受講料は全10回分で6000円となっております。お問い合わせは宜野湾市立体育館羽衣パークマネージメントまで、お電話番号は 897-2751、 897-2751。 そして初めての英会話教室、期間は7月3日月曜日から9月4日月曜日の全10回。そして2つ目は7月5日の水曜日から9月6日水曜日の全10回となっております。お申し込み日は5月15日よりスタートです。担当講師はベニー・フォーゲルさん、対象は18歳以上、定員は先着順の25名。場所は宜野湾市立体育館または市立グラウンド会議室となっております。お問い合わせは市立体育館羽衣パークマネージメント、お電話番号は 897-2751、 897-2751。 受講料は全10回分で7500円となっております。詳しくは宜野湾市は市役所、お電話番号は 098-893-4411、 098-893-4411 までお問い合わせください。以上、ジノーンインフォメーションをお届けしました。この時間は宜野湾市内の提供でお送りしました。超びっくりした。ありがとうございます。声出ないと思って。なんで？声がガッツリ外れたの。ああ、抜けてたんだ。